はい、皆さんこんにちは、レイです。今僕が着ているのが櫛谷の2021年の新作のベクトルジャケットなんですけども、これを紹介する動画のサムネがこれです。よかったらこの動画もご覧になってください。で、今日はですね、何の話をしたいかと言いますと、これなんですけども、グローブ、春夏用のグローブって皆さんどういうものを使われていらっしゃいますか。で、今回僕はですね、注目しているのがこのレイブングローブっていうものなんですけども、こっちがレイブングローブ、こっちがレイブンメッシュグローブということで、ご覧いただきますとこんな風にですね、こっち穴が開いております。パンチングになっております。で、グローブってですね、ショート丈、ロング丈とか様々あって、どれもですね、変な言い方になりますけど、一長一短でですね、万能なグローブってなかなかなくて、やっぱり何かを取ると何かが犠牲になるみたいな、すごく選ぶのが難しいところがあるんですよね。で、例えばこのグローブって、こっちはパンチングになっていなくては風を通さないタイプ、こっちはパンチングで風を通すタイプなんですけど、それだけではあるんですけど、見た目をこう見てもらいますとですね、パンチングが施されているこっちのデザインの方がなんか雰囲気出ませんか。こっちつるっとしているんですけど、ここが僕悩ましいところ。見た目で言うとですね、こういうオレンジでこのパンチングのね、感じがもう、これなんかね、エルメスのなんかお財布とかカバンとかにありそうな感じみたいな綺麗な色だなと気に入ってるんですけど、手のひら側はやっぱりグリップを握りやすいように、引っかかるようにこういう別の素材が使われていて、親指、指先にはスマートフォン触れるように、こういう風になってはいるんですけども、なんといっても外から見えるのはこっち側ですよね。こう乗ってる時のこの姿勢の時で、こっち側のですね、パンチングの見た目が僕は特に気に入っていて、例えばこういうね、今僕ちょっと見えるかあれなんですけど、こう普通のジーパン履いてまして、で、真っ白なジャケット着てるんですけども、どっちのグローブがパッとこうなんか遠目で見た時に収まりがいいか、こっちだいぶ主張してますね。馴染みがいいですよね。ここ皆さん好みだと思うんですけども、馴染ませるんだったらやっぱこういうトーンの方がいいですよね。で、やっぱこういう際立たせた方がなんかこうファッション感が出てきて可愛らしくて、僕ほんとこのね、質感がこのパンチングメッシュはほんと気に入っているんですけども、エクスプローラージーンズ、メッシュとノンメッシュとあるんですけど、僕厚刈りなんです。で、蒸れやすいんです。汗っかきなんです。で、寒がりなんです。全ての季節強くないんですっていう面倒くさい体質なんですけど、全部季節好きなんですけど、メッシュにしちゃうと本当に暑い時にはいいんですけど、それ以外の時って結構ライフが短くなるというか、使える時間が減っちゃうんですね。だからどちらかというとメッシュじゃないものを選んでおいた方が長く使えるので、そっちの方がお金がもったいなくないと言いますか、便利に使えていいんじゃないかと思うんです。とはいえば暑い時期はどうしようもなく暑いんですね。そうなるとこっちだし、でもこれってじゃあ一番暑い時期って何月からの何日から何日って計算していくと、これを1年の中で使う日数とノンメッシュモデルを使う日数比べると多分大差になると思われるんですね。というところもあって、どっちにしたらいいか悩むっていう方はですね、デザインはご覧の通り全然雰囲気が変わるので、どっちが好きかというのはあると思うんですけども、難しいと思うんですけど、そのね、使う日数と合わせて考えてみると面白いかなとも思います。このグローブかっこいいものなのでですね、手のよりをしっかり見ながら、どんなものなのか解説していきましょう。空張りがですね、またとても悩ましくて、どれもいい色なんですけど、ここがさっきのこのパンチングメッシュとのコンビネーションによってもまた風合い変わってくるところなので、空張り皆さん相当悩むかと思うんですけども、この後、2種類2色、手にはめてですね、紹介していきますので、ご自身のイメージしているカラーを想像しながらお付き合いいただければ幸いです。いきましょう。このレイブングローブはゴートでできているんですね。牛の皮じゃなくてヤギの皮を使っているんですけども、牛と比べて何が違うのかというとですね、当然このレザーに出てくる、こういうシワの質感というのももちろん全く異なるんですけども、片押しとかしなくても独特な風合いが出ていてすごく上品でですね、で、僕はこの柔らかさも気に入っていて、で、薄くても強度があるというところで、ヤギ皮というのは牛とはまたちょっと違った特徴があるんですね。牛って言ったらなんか急にこうステーキお肉が食べたくなってきちゃいましたけども、
このゴートスキンが使われていて、あと手の内側部分によっては合成皮革が使われていて、まあ、そっちはもう完全にこう人工物ですよね。でそっちであればもっと強度も出せるし、ただ風合い云々というものではなくて、特にこの擦れる部分とかにそれを採用しているという考え方だと思います。であとですね、今回このレイブングローブはですね、僕特に気に入っているのが、人差し指と中指のところにはこういうですね、アコーディオンパネル状の指を動かせるこういう構造になっているんですね。ここより指を、ね、曲げやすくて、皆さんブレーキレバーやクラッチレバーをどの指で使うのかというのはそれぞれ好みがあると思うんですけども、僕はまあ4本の中で言うとですね、中指薬指ごめんなさい中指、人差し指の活動、うん、が活躍、なんか日本語怪しくなってきましたけども、まあ、この2本指を使うことが僕は圧倒的に多くてですね、そこの運動精度を高めてくれているっていう点でとても気に入っております。で手のひら側を見ていくとですね、パームスライダーが続いていて、やっぱり人間転んだ時にとっさの時ってですね、手をこう地面を掴みに行くじゃないですけども、手のひらで物を受け止めようとすると思うんですね。裏剣で地面をバーンって払うことってそうそうないと思うんですけども、とするとですね、真っ先に手をつきやすい位置にこういうプロテクターがついていますので、とっさに手をついてしまった時にもこういったところを守ってくれるような構造になっています。で手の外側についてはですね、指の関節部分にもプロテクター入っていますし、このナックルについても入っていますし、ここまでですね、そのなんかプロテクター感をうまく消せていながらもファッション性が高いというところで、今回のこのレイブングローブのですね、まあ、春夏モデル相当かっこいいんじゃないかなと、私とても気に入っております。であとは皆さん試着してみてですね、サイズが手と合うかどうかだとは思うんですけども、僕は L サイズと LL とか XL とかグローブによってやっぱり装着感ちょっと変わるので、全部のグローブが同じサイズではないんですけども、まあ、僕 L だと大抵指が詰まってちょっと短い感じがするんですけども、意外にですね、このこのレイブングローブだったら僕 L サイズでいけそうだな。で偶然なんですけども、手を握り込んだ時のこの手のひら側の余る生地がすごく少なくて、ここが余っちゃうと豆になっちゃうんですよね。それが少ないという点でもですね、すごく気楽でございますですね、良き。というわけで、ここまでレイブングローブをたっぷりと見ていただきましたが、皆さんレイブングローブとレイブンメッシュグローブどちらにされますか？相当決めにくいんじゃないかななんて思うんですけども、これをですねさらに悩ませる材料がまだあってですね、エアー GPS グローブ、これはですね串谷の夏用のグローブとしてはこれ傑作ですね。まあ、立ち位置の違いからちょっと説明しておかなければならないんですが、見た目がですねもう完全にハードで、もうゴリゴリに仮面ライダー形式になるんですけども、レザーグローブを真夏でも着用したくて、かつ走り系のバイクに乗っていて、スポーツライディングとかワインディングを攻めたいとか、そういう風にスピード感を楽しみたいライダーなのであれば、これ握った時の握り心地はもちろん大事ですけども、やっぱり何かあった時のアクシデントの時のプロテクション性能ってことも考えなきゃいけないですよね。これ、まあ、レザーでかつですね小指薬指にはザイロンが使われていたり、手の甲にあるパッドについては特にナックル部分が中空でちょっとこう浮くように前にこうニョキッとこう動くんですね。ここがこうニョキッと動く、このオウムの背中みたいな、こういうプロテクションがいっぱいついてくるレザーで、かつ涼しいグローブとしてはこれ傑作です。まあ、メッシュでパンチングが穴開いてますので、それなりには風が通るんですね。もっと薄手のものもあるんですけど、まあ、やっぱり グリップをずっと握り続けるとか、結構な力でハンドルを使うとか、まあ、いろんなことを考えていくと、走り系のグローブっていうのはやはりある程度硬い強いグローブの方が都合がいい部分が多くて、さっきのレイブングローブで長距離ツーリングって何にも過不足なくですね、本当に快適に乗れるかとは思うんですけども、まあ走り系のグローブを探すのであればこういう選択肢もあるので、よかったら見てみてください。さらに悩みますよね。これはメッシュ、レイブンはどっちもある。まあいずれこのグローブも紹介します。そんだけでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。